やはり全般にですね、相当力強さを組み入れてますね。はい、ああなりますと後半非常に厳しいんですけれどね、はい、屈伸の2回中、抱え込みじゃない、はい、もう一つ高いレベルで収めましたね。はいはい、床の方がそろそろ始まるようでございます。床運動の方はソビエトのバラクサノーワ選手でやります。ユーリー・バラバロフと2人出てますね。ちょっとごちゃごちゃになっちゃいましたがイリナ・バラクサノーワ選手の床運動であります。なお先ほどの平田選手ですが、やはり 9.80 をマークしておりまして 19.60 で現在のところトップに立っております。さあ場内に曲が流れてまいりました。イリナ・バラクサノーワ選手です。綺麗な背を出しますね。はい、非常にまずは優雅なところを見せますね。ここから激しい動きになります。月面宙返りです。決まりました。いや高いですね今のジャンプも。はい、何かこの選手若いんですけれども、昔のソビエトの選手の持っている優雅さっていうんでしょうかね。そうですね、まだ15歳です。1メートル40センチです。31キロ。場内もちょっとうっとり見とれてるというような感じがいたします。バラクサノーワ選手の持ち点は 9.80 です。2回宙返り、ちょっと前へつんのめった感じがあります。最後は2回宙返りはちょっと前へつんのめったような感じもいたしましたが、なかなか見事な演技でございました。味原さんいかがですか。やはり高度な技を取り込んでおりますね、やっぱり動きのやっぱ美しさというのがなんとても並行して、はい、素晴らしい内容だったと思いますね。なるほど、はい、イリナ・バラクサノーワ選手の床運動をご紹介いたしました。